ラウィスバイテンの新作衣装、価格にびっくり。ヒラ仕様の魅力が詰まった秘密のコレクション。LOUISVUITTON メンズ PRE ール二2024コレクションのファッションショーで着用されたヒラ仕様の衣装をご紹介します。香港で開催されたこのショーは、LOUISVUITTON ブランドのものです。ヒラ仕様さん、輝かしい存在を見せていただき、ありがとうございます。素晴らしいショーでした。 参加者たちの制作プロセスと有名な雰囲気はまるで夢のようでした。その状況で平野仕様の美しさは際立っていました。確かに、それは世界中に波を作り出したことでしょう。かの服とアクセサリーはとてもトレンディーで探求する価値があります。グラフィックデザインのジャケットは2024年の春夏のファッションショーで登場しました。鮮やかなダミーポップパターンが黒い背景に入る鮮やかな緑の花柄生地に施されています。 ヒューラジのテクニカルファブリックは快適でシンプルな感触を提供します。同系列のパンツと組み合わせて、ラムエイで洗練された外見を演出します。価格は50万4900です。2024年の春夏ファッションショーには、パターン入りのパンツも登場しました。この作品は、技術的な生地と鮮やかなダミーポップパターンを使用して、切り替えのルールを解釈しています。巧妙な折、技術が使用され、マークエル・ バイテンドポスのサインがアーカイブからインスパイアされて作成されました。コレクションの独特の豪華なテーマに影響を受け、同系列のジャケットと組み合わせることができます。価格は224,400です。チェスメッセンジャーは男性のためにファーロル・ウィリアムズがデザインしたもので、ラウイス・バイテンの象徴的なダミーパターンからインスパイアを受けています。ファーロルがデザインした新しいダミーポップキャンバスで作られ、 特徴的な形状をしています。メゾンのシグネチャーのディテール、太陽の光沢のあるレザーの装飾、強化されたコーナー、上部のハンドルなどが備わっています。取り外し可能で調節可能なストラップが付属しており、クロスボディでの着用が可能です。価格は408,100です。今回のハイライトは、3つのネックレスの組み合わせです。1点、モモグラムタイドアップネックレスは、 美食家のような形状の光沢のある金属プレートを巧妙に組み合わせています。メイゾンの特別な職人技術は、それぞれのプレートの両面に刻まれた LV の略語とモモグラムフラワーパターンで際立たせられています。単独で着用するか、同系列のブレスレットと組み合わせてもおしゃれです。価格は149,600です。2点、モモグラムパールネックレスは、白いパールビーズと輝くシルバーを組み合わせています。 ビーズにはメイゾン依存の特徴的なパターンが施されており、シルバーの調整可能なチェーンエンドには LV の魅力的な初期の要素があります。新しい特徴的なコレクターズラインのファッションアクセサリーで、ブレスレットやイヤリングも含まれています。価格は193,400です。3点、最後に特徴的なパターンが精密に刻まれたアイコン、ネックレス、チェーン。 シルバーの金属製ネックレスには、ラウスバイス売店の特徴的なスクリプトパターンが施されています。ファッションジュエリーラインの新しい追加アイテムで、今シーズンの新作の一つです。価格は119,900です。次に、モノグラムパールブレスレットは、輝くブレスレットです。シルバーの金属ビーズには、モノグラムパターンが刻まれ、パールのようなビーズと LV のビーズが調整可能なシルバーチェーンに配置されています。 小さなオリジナルの LV チャームがデザインを完成させます。価格は9万1300です。LV バロックラインハイブートズは、ラウイスバイ店の2022年秋冬メンズコレクションからのクラシックなスタイルのファッションアップデートです。滑らかなレザーと厚いゴムソールが組み合わさっています。ソールの前、面には LV の略元とモノグラムフラワーパターンが両面に刻まれており、3次元の装飾効果を生み出しています。 アウターソールに組み込まれたモノグラムフラワーパターンも非常に魅力的です。価格は19万300です。この衣装の総額は190万で印象的な数字です。しかし、それは彼の才能と名声に比べれば及びません。